皆様にご報告があります。この度ホルモン島田東京での出店が決まりました。それに伴い幕開けのクラウドファンディングページにてお得なメニューも用意しておりますので、詳しくは概要欄にあるプロジェクトページをご覧ください。皆様のご支援心よりお待ちしております。それでは本編どうぞ。はい、どうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。豚骨ラーメンに牛骨ラーメン、鶏ガラスープを使ったラーメンに魚介系のラーメン、最近ではジビエを使ったラーメンがあったりと、ラーメンも多様化しています。単刀直入に言います、ワニラーメンを作ります。それでは早速やっていきましょう。はい、今日はネットで面白い骨が売っていたので買ってみました。何の骨かというとワニです。ワニに関しては過去に足やタンを食べました。豚、牛、鳥の骨は割と身近ですが、ワニの骨ってなかなか触れることもないし新鮮です。よくよく考えればワニの足やタンが商品化されているなら、その骨もあるのは当たり前ですよね。黒いビニール袋に骨が入っているとなんだか怪しさがあります。本来であれば捨てるようなものかもしれませんが、世の中には自分のような物好きも一定数いるので、売られていれば買う人もいるかもしれません。まだワニの骨の魅力が知られていないので、今後美味しさに気づいたら当たり前のように売られている未来もあるかもしれません。ということで今日はこのワニの骨を使って顎骨ラーメンを作ります。ワニとは爬虫綱ワニ目に属する生物で、ワニ目は大きく分けてアリゲーター科、クロコダイル科、ガビアル科の3科に分類されます。ちなみに日本にもワニ食文化があって、広島県の一部地域ではワニ料理が郷土料理として食べられています。ですがこの広島県の場合のワニは、実はここで紹介しているワニではなくサメのことを指します。広島に行ってワニ肉がスーパーに売っていてもワニ目のワニではないので注意しましょう。ワニの全体像を想像すれば当たり前のことですが、結構関節が多くて長いですね。これは尻尾のあたりの骨です。以前ワニ肉を食べた時は鶏肉のような味わいだったので、骨はどんな味か気になりますね。色味的にはやっぱり鶏っぽさがあります。それではまずは鍋に入れやすいように折っていきます。意外と簡単に折れますね。折った骨は寸胴に入れて水を注ぎます。寸胴を火にかけ、ネギ、生姜、ニンニク、酒を加えてアクを取りながら煮込んでいきます。今回はじっくり6時間くらい煮込んでいきます。煮込んでいる香りは鶏に近いですかね。若干生臭いような魚っぽい感じもあるようなないような、豚や牛を煮込んでいる香りとは違います。おお、かなり濃厚な白濁したスープが取れています。これは期待ができそうです。見た目にはこれがワニを煮込んだスープとは誰も思いません。スープをザルを使ってこしていきます。身自体はプルプルで白身魚をほぐしたような感じです。スープをこすとこんな感じです。濃厚なワニ出汁たっぷりのスープの完成です。それでは返しを作ります。鍋に薄口醤油、みりんを入れて火にかけ、ひと煮立ちさせます。次に麺を茹でます。丼に旨味調味料、先ほどの返しを入れてスープを注ぎます。麺を入れてメンマ、チャーシュー、煮卵、ネギをトッピングして完成です。自家製濃厚顎骨白湯ラーメンの完成です。101日後のワニの姿は美味しそうなラーメンです。早速食べてみましょう。いただきます。なんだかワニを煮込んで出汁を取ると考えるとゲテモノ感がありますよね。この段階では鶏白湯と言われても違和感ありません。それでは麺からいってみます。うん、これがワニの骨から出た出汁なんですね。やはり味わいの近さで言うと鶏ですね。まさに鶏白湯ラーメンを食べている感覚です。麺によく絡む濃厚スープがじっくり煮込んだ成果です。これお店の商品としても全然いける味です。もしかしたら今後顎骨ラーメン専門店もありえるかもしれません。唯一の難点は今回10キロで1万800円だったので、鶏のガラの約3倍近い価格がすることです。さらに今後顎骨の需要があると判断したら値段が上がる可能性もあるので、安く顎骨ラーメンを提供するのはなかなか難しそうですね。顎骨ラーメンが一般化するにはその前にワニ肉の大量消費という段階が必要なので、ハードルはやはり高そうです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。
最後までご視聴ありがとうございます。学骨ラーメンいかがでしたか？まだまだ探せば珍しい材料ってありそうですね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやってます。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。そして埼玉県熊谷市にホルモン島田4号店も新しくオープンしたので、そちらもぜひチェックしてみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。